今日はマッサージ行くよ。今日はマッサージ。ああマッサージ嬉しいな。ああ体中が。よいしょ。3時半からマッサージ行ってきます。はい、3月16日火曜日でございますね。現在時刻16時25分でございます。平山茂と申します。どうも皆さんこんにちは、そしてこんばんは、そしておはようございます。私今ですねマッサージに行ってまいりました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。リラクルというね、リラクルもみほぐし店舗数全国ナンバーワン、こちらにやってまいりました。今日はですね45分のコースですね。45分でアプリ会員になるとちょっとお安くなるということで45分2800円でございましたけども、あー気持ちいい。めちゃくちゃちょっとねずっとグーってなってたんで目がちょっと焦点合ってないんですけど、目がパチパチしますけども、めちゃくちゃ気持ちよかったですと。マジで確実にまた来る、リラクルまた来るよということでね、まだ火曜日でございますけれども、もう楽勝ですね皆さん。いや今週もちょっとしっかり乗り切ってですね、いい週末を送りたいなと思います。いや本当に気持ちよかった、マジで気持ちよかった。どうしよう、もう週1で来たい。もう絶対今日の人を絶対指名する。本当に気持ちよかった。僕はあんまりねマッサージとか行く人間ではないんですけれども、ちょっと今日は本当あまりにもちょっと体がいろいろ凝ったりとかですね、疲れ疲労が溜まりすぎてたので来ましたけども、まあ、もしですね僕みたいにあんまりマッサージ行ったことないという方、ぜひご参考にしていただければと。まあ何にも参考にならないと思いますけど、一度行ってみるのはいかがでしょうか。初回からあんまり長時間はもしかしたらちょっと体への負担がもしかしたらあるかもしれません。30分とかね45分ぐらいで一度お試しいただいてですね、別にリラクルにというわけではなくてマッサージにという話でございます。いや本当に良かった。いやちょっと明日から仕事頑張れます。大丈夫でございます。もう本当に素晴らしい、本当良かった。いやこんなにちょっとねマッサージ恐怖症の部分もあったので、ちょっとね昔行ったマッサージ屋さんがね本当に穴開くよっていうぐらい強い指圧でゴリゴリ来られたんで、ちょっとねそれ以来ちょっと恐怖症になってたんですけど、本当に良かったですね。いや明日も頑張りましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、大丈夫。ではまた明日でございますね。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。